つ、開店から閉店まで打ち切る。二つ、二人合わせて873回の大当たりを目指す。三つ、目標を達成してみんなと盛大にお花見をする。どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。デジタル編集便の電子力反応です。さあ始まりました、ゼンツ花見の第2話でお邪魔しておりますのは、岐阜県大垣市にございますキャッスル大垣店さんでございます。ありがとうございます。待望の2回目、待望かどうかちょっと分かんないですけど、2回目始まりまして、やっていくわけなんですけども、第1回目のコメントをねちょっと募集したところ、結構いろんな案が来てまして、今回はそのルールを採用しながら、やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、あと特にね、言うことはないんで、とりあえず入場して、台選んでからまたね、ちょっとコメント読みながら、進めていこうと思いますんで、よろしくお願いします。さて、入場がね始まっておりまして、人が増えてきましたね。今何だ、80人90人ぐらい おるっすね。おはようございます。さあとりあえずオキスローコーナー向かいますね。収録しやすいようにカロダイから行こうと思います。はい、というわけで朝一、ツインドラゴン花花カロダイ取れましたんで、この台から行こうと思います。よろしくお願いします。前日はゼロか、全然です、めっちゃついてますね。ビッグ28、レギュラー29。まずはガクるかどうか。ガクってない気がするね。となるとどうなんだ。でも前日が回ってねえからな。まあ前日の据え置きというねプラス思考でいきましょう。前回の動画内でも、まあ、軽くは言ってましたけど、まあ、プレミアム点滅で5ポイントとか、フリーズ引いたら、こぼしました。フリーズ引いたらこぼしました。でワンチャン光る可能性もある。これね、これはデコピン案件ですね。これしゃべ、お前な、しゃべり始めてから来んなよスイカマジで。というわけで、一旦今日のルールを決めましょうか。改めて、皆様コメントありがとうございました。またこの動画にもねいろいろコメントもらえたらありがたいでございます。で、まあ、いろんなコメントがあって、結構冷えた花咲さんが出てきたら5ポイントみたいなのもありまして、このコメントに関しては、まあ、ぜひ冷えさん参考にしていただければというところ で今回僕がちょっとルールとして採用したいのがこの病院の村の村長さんですね。ありがとうございます、ね、このお忙しい時に病院の村の村長さんがコメントしてくださいました。1ゲーム連 BB、レギュラーボーナス共通で、まあ、1ゲーム連したらもう10ポイントで、プレミアム点滅が5ポイントで、ゾロ目での当選5ポイントで、花地下花が20ポイントという感じなので、これで行こうと思います。まあ、ゾロ目とかはちょっと気にせんかもしれんな俺は。とりあえず今日のルールで言うと、まあ、1ゲーム連が10ポイントで、プレミアム点滅が5ポイントの換算で行こうと思いますんで、よろしくお願いします。で前回の収録一応まあ閉店まで打ったわけなんですが、その時僕が見たその最高大当たり回数が72、3回だったんですよね。なんでまあいい台を1日粘っても、まあ大体そのぐらいの数値なんで、ってなるとやっぱ厳しいですよね、1人で87回っていうのは。単純に何のそのボーナスポイントもなしでやるってなったらね。まあでも久々その楽園天国とかもね動画上がってなかったんで、まあ、たまにはね、私電飾花尾のこの花動画もねいいんじゃないかと思いますんで、はいはいはい、外れない。みんな知ってるかな、楽園天国のこと覚えてるかな。
まあ、この動画を初めて見る人ってあんまいないと思うから、まあ知ってるか。やってたんですよ昔、87分間オキスロ打って、なんかこうプレミアム点滅出すみたいな。で一番最初の頃はなんかそのボーナス回数1回につき1回その花の種を植えるみたいなね、やってましたけど、で会社でねやってたんですけど、ちょっとスペースがなくなりましてやめましたね、わりかし早めに。多分10回目ぐらいで、あこれあれやなっつって、置くスペースねえなと思ってやめました。だ一応金銭花とか植えましたよちゃんと、写真多分ないな。でもそのハイビスカスの苗とかね買ってね育ててましたけどもね、いかんせん置くスペースなかったっすね。そりゃそうよね、だってボーナス引くことの方が多いもん絶対。いやーあれはね参った参った。でその後サマイ数を目標にして、まあ5000枚なら5000枚のサマイ数達成したらちょっとオキスロの聖地行こうみたいな感じ でその時に初めて愛知県のホールさんでね楽園天国の特別版収録して、なんか5、6万負けた気がするな5、6万負けにわざわざね行ったというね、栃木から愛知まで。そうそうそう、懐かしいな、あの台、あの回俺の台以外出てるみたいな状況、マジでボーナス危険があったもんな。あ見逃しませんねえ、外れましたね子役が。199ゲームレギュラーっぽいな、リプレイかな、いきます。えいしょい、ビッグがいい、でもだーやはりレギュラーで投手6本。まあ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 、朝一はね黄色がいい、ナイス、黄色ならまだ全然可能性あっから、全部のランプ黄色でございます。あわよくばで、ここよね1ゲーム目のチャンス、ここでまあレギュラーでもね10ポイントでいいというコメントあったんで、いきます。えいしょい、はい、フェイク、あフェイントいらんかったか今の、くそー今穴惜しかったね、ちょっと今台を騙したんですけどね、あの手には引っかからんか、やっぱり。さあ10本目入りました、そろそろこの辺でいただけないでしょうか。おい、ちょっと出目怪しかったけど、189ゲーム頼む、よし、まずはね OK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 、 今年は10本、はいナイス、一応ね、スイカは1回でございます、スイカ変わらない、えいひっか、どこまで粘るかよねこれ、よさげな台が出るまではちょっとどうなんだろうな、まあまだ、うん、まだいいや、まだ落ち着け、うん、まだそんな喋る必要もない、まだ何もわからんから、まだ全部全ての台に全ての可能性ありますから、いろいろそんなんね喋ってもダメやから、未来のことはね誰にもわかんないんで、
いやでもさっきあの未来のことは分からないと言ったんですけど、本当そうっすよね。最初だって俺出ちゃうで営業として入って今ね、鼻鼻売ってますからね、カメラの前で。福岡支店で入って今岐阜のパチンコ屋さんで鼻鼻売ってるっていうね、それぐらい未来わからんすよ、何が起こるか。来年は何してんのかな、本当に。来年の今頃は普通に、でもあーでもまだ自粛中だったか、来店もまだ何もなかったっすよね。俺はあったかな、もう覚えてねえや。でもそれすらもやっぱよね、予見できなかったわけですから、誰も。2019年はまではこんなことになるとはね。今みんなそのマスクつけてるとは多分予想できてないでしょ。でもなんかマスクみんなつけ出して、あんまっていうか風邪ひかなくなりませんでした皆さん。ってことはやっぱね、意味あるんですよね、マスク。だ冬とかもいつもこの喉を痛めてなんか扁桃腺が腫れてみたいな熱出してたんですけど、最近全然ねえもんな。106ゲーム持ちメダル、通常点滅ね、ナイス。ビッグが来てるうちはまだ全然楽。はい、スイカ1、ルル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 でも今んとこ悪くない、全然いいよ。100ゲーム以内の連チャンではなかったっすけど、106で戻せるなら全然ある、この台は。うおー700、これはもう跳ね返りに期待するしかない、マジで。いやでもこのハマりがあるからこそ上にドンっていうね、上がる波があるっていうことですから、絶対に。そうですよね、ほらプレミアム来た、713ゲームナイス。よし、ソドシが18本、ナイスです。これで5ポイントね。これを待ってました、ありがとうツインドラゴン、ハナハナ。これよ、はいよ、スイカは1回でーれーいきます、ここ来い、えいしょい、カーモール回るよね。でもまあ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 、まあ今ので流れ変わったんじゃないですか、今のプレミアムで。そう信じたい。61、62、この速い当たりがないのかな、たまに傷だなこれ。やっぱなんか喋ってる方が光る説あるな、やっぱり意識がこう喋る方に行くから、この鼻にこうバレないというかね、この光ってほしいっていう風にこうずっと見てるから構えちゃうんでしょうね、鼻鼻側も。分かるよその気持ち、97、はい、もうこうやって意識してる時点で光んないですから、98、そういうもんなんよね。98、99、次100ね、100、はい、ないです、
ないです。おおおおお、あ、ない。逆にチェリー重複とかしない方がいいんすよね。プレミアムが確か右からしかないはず、なかったはず、後告知のプレミアムはね。ただそん時よそ見をしてると右見逃すんで注意が必要。あー、これ左からね、106ゲーム多いな。ナイス引き戻し、これレギュラーでもいい。あー、バカ、もったいねー、点滅。これはね、今のはレギュラーよかった。まあまあでも当たる分にはよし。来る、スイカ来ない。スイカは1回です。いきまーす。先告知8000。あー、回るよね。あれは良くない。さあ頑張ろう。さあここからっす。こっからどんどん行きましょうよ。あら、見ました。5ゲームっすよ。これはレギュラーでいいんじゃない。あ、いかん、ごめん、多分レギュラーっぽい、ね、はい。あー、まあ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 、いいよ。これがツインドラゴンなのよ。結局ね、ビッグ引かないとね、話は始まんないから。これ OK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 。 追加はゼロ。さあ1ゲーレンチャンスで、えいえいえい、はいか、はいはいはい。いや、あるよあるよあるよ、これはある。この5ゲーム連チャンはもう大のやる気そのもの、大そのもの、私の青春そのものね。荒井由実ね、卒業ね。誰がわかるこれ。さあどんどん来い、どんどん来いよ。あーし、戻りました。行きます。やっとプレハナに149分の1の台が相手はいましたが、とりあえずまだ続行します。その台がね、角2の台だったんですよね。でビッグ5のレギュラー4回、なかなかボーナス信者の僕としてはかなりいい良さげな合算っす。これ飲まれたら、これ飲まれてあっちの台が空いてたら移動しましょうか。これはまあでも空いてねえな。でもなんでやめたかがわからんもんな、それちょっと怖えな。でもレギュラーでってレギュラーあるかついてるからな。ビッグもそこそこ引いてるしな、あの台っぽいけどな。でもな、この台のビッグ比率はねいいのよ。ビッグ比率の前にそもそもボーナス引けてないっていうところではありますが、じゃあこれが1かって言われたらな、1でもなさそうなんすよね。6かって言われたら、まあ6ではないとは思いますが、もはや。まあとりあえず回しましょう。バッテリーももう30分やし。おい、よそ見479、これはレギュラーじゃない。あ、ビッグなんだ、ありがとう。さすがに
さすがにないけど、先ほどお伝えしたプレハナも多分空いてないんじゃないかな。もう、わー、飲まれない。294ゲーム、やっとレギュラー。黄色、はい、さあ来い、俺の右腕来い、降臨ツインドラゴン降臨普通にリプレイ、マジで引けん、こんなにも引けないことある。引きたいね、引きたいですね。お、チェリー、はい、お、はい、ないか、ないね。いやー、この台をこのまま打つよりも周り見た方がいいと思いますので、一旦もう一回周り見ます。さあ本日の空き台はですね、あんまないっすよね。もうね、カロ台、カロ台もないしな。あとはまあね、こういう感じでないんですよ。で、こ今日ね、あの無線じゃないんで、もう店内見れないんですけどね。で、やっぱ中、真ん中のらへんのところと奥の方か、奥の方がね、結構いい感じでね、出てるんですよね。いや、前髪決まってんな俺今日。そのまま移動します。よいしょ、この真ん中の島に移動します。これね、よし、やろう、もうやろう、こっからが本番よ。お、388、まあまあ早い。よし、ナイス、いいよ。ソード氏が23、はい、行きまーす。えいしょいっ、まあでも大移動正解やなこれ。まだまだビッグの方にね先行してるんで、これはいいと思います。個人的に、おっしゃー、373、できた？ 3、 違う、28、相当し、これで105ハーブンね、ギリギリ127ゲーム、通常点滅でビッグ確定、あざます。よし、つながった、危ねえ。ね、台を選ぶ候補の数は多いんでいいんですけど、おい、ビッグバイブ、何ゲーム、152、さすがに空き台を、おっしゃい、よいよいよい、レギュラー119ゲーム、赤、あ、いいよ、よそ見モニターチカリ、ヘイ、よし、ナイス。いやー、そろそろプレミアムください。おい、77ゲーム、あ、ゾロ目、はいか、はい、はいはいはい、見えない、見える、はい、青、いや、ビッグが引いてるんだ。そうだ、言うてもそのレンチャンはないけどね。
そこでプレミアムを出せない俺の弱さですよね。今日は今日のポイント、はい、やめます。他の代用を探しに行きますか。はい、というわけで、さっきの代はね、一旦やめまして、もうね、ちょっともう映ってますけど、助っ人が来ました。どうも、デジャー編集部の絶木村です。絶木村です。絶55が来ましたんで、はい、来ました。ちょっと回数をですね、手伝っていただきたいと思います。稼ごうかなと思います。今ちなみに16回ぐらいなんですよ。ちょっと少ないっすね。あ、もうちょいあるかな、まあ、20ないぐらいで、で、ただこの空き台がね、ちょっともう良さげなのがないんですよ。なん でカメラも1台しかないんで、隣で打ちたいなと思ったんですけど、今もうなんか台とかって目星のついてます。一応まだ合算そこそこ良さそうなのはあったんで、はいはい、それだけちょっと抑えてはあるんですけど、じゃあそこの横打ちます。はい、わかりました。頑張ろうぜ。木村君の代が129か、ビッグ11のレギュラー3回、回数が1800ゲーム、総回転数ね。やっぱビッグ走ってるからね、いいよ、そういう代は。いやー、はなはな打つとはね、東海エリアでさ、一緒に打つとは思わんかったけどね。本当打つか。とりあえずもう木村君が打ってて俺が打ってないのはちょっとあれやな、おかしいからな。いやー頑張っとるんだけどね、ずっとワンチカ欲しいね。とりあえずよし、俺でした。はい、あ、いた。はい、はい、レギュラー、126ゲームね、1回。緑か。あー、こっちやったな。そう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 。欲望なあ。やっぱ花花ってさ、ビッグよね。ね、絶対ビッグよね。ほんとよ、マジで。そう、ビッグだけ引いたら勝てるんで、ビッグ引かんとさ、スイカも電源さ、わからんやん。ほらほら、みんな、わかっとる。木村君はね、わかっとる。まあ、いらんこともないけど、あったらあったらいいけど、まあまあまあ、そんぐらいよね。まだもうちょい。ああ、やっぱりあるよね、ゾーンあるよね。400、わかる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 、完全に。ごめん、うん、いくいくいくね。なるほどね。じゃあもう400抜けたらあれやめ。まあな、頼むぞマジで。でも2人で売ってるからプレミアム点滅の可能性も上がるはず。リプレイ重複じゃん。ちょっとカメラ向けます。ただこの場合プレミアム点滅多分出ないですけど、でも別格なんで、一応あでも右から点滅あるかな、プレミアムで あるとすればね。あと告知は、はい、左か。でもビッグ絶ゴーゴー、やった、アザス1ポイント助かる。いや、薄いとこ引いたね、またすげえ。でもそれ込みのやっぱりボーナス確率なんでね、そういうのも引いていかないとダメなんよ。
ほら来るもん、スイカあるんじゃないかな、本当に。いいよ、多分連チャンします。かっけえかっけえ、頼もしいわ。何ゲーム ?12 ゲーム。ああ、メモろメモろ。ビッグビッグビッグ。なあ、全然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 。頃合い頃合い。よっしゃー。おお、ナイス !199。うわー、いい、ナイスビッグ。さすが199はでかいよ。いや、追う根拠がねえなこれ。あー、もう何も引けんマジ今日本当に。かろうじて1回だけ、かろうじてね、それ以外何も引けんわマジで。やめよう、ちょっともうもったいねえわ、投資がやばい。はい、というわけでゼッツ木村くんでした。ありがとうございました、はい、本当に。ありがとうございました。収支の方はいかがですか。413枚だ。あ、すごい回収が。でボーナスがビッグ2回にレギュラー1回かなですね。ああ、でも十分やな。はい、いや本当助かりました。いえいえ、とんでもないです。次回はですね、はい、じゃあ朝一から来ていただければ。そうですね、非常に助かるというか、なんかいい台も早めに取れるかもしれないんで。今度暇なやつとっつくまえて。そうですね、暇な人いれば連れてきます。ぜひぜひ。はい、終わりました。お願いします。はい、いや今日は大変助かりました。いえいえ、とんでもないです。木村くんでした。はい、ありがとうございました。自分もうちょい粘ります。そうですね、頑張ってください。頑張ります。何これ。本日最後となる台ですね。合算が159分の1。総ゲームが6692で、ビッグ28のレギュラー14という。一応まあビッグが先行してますんで、まあ、そこにかけるって感じですかね。で朝一結構調子よく当たってた台なので、ここでちょっとワンビッグ引ければ伸びるんじゃないかというところですか。伸びるんじゃないかというか、まあ、ちょっと伸ばしたい、はい、そう思っております。だ一応3000枚でこう天井が来てちょっと今下がってる感じなんで、だもう一回3000枚に戻るポテンシャルはね秘めてるんじゃないかと思います。334、今バイブなったんでビックです。やった、これ出すましょう、つなげる。これはおっしゃ、ナイス。おい、よし、ナイス、つながった。持ち前は121ゲーム。オッケーオッケー、おし、乗ってきた、レギュラー。何ゲーム16、赤、30で
これで7勝8、9、10、11、12、13、14、15で8、23、23で、1回がプレミアムなんで27ポイントか。あ、こんだけ持ちメダル、この持ちメダル分はいくか。なんかこの分、この台の分だけはプラスで生まれそうやな。結果の発表でございます。お疲れでした。本日はですね、5、6台の花々を渡り歩きましてですね、総投資がなんと2530枚ですね。で、回収がゼロとなっております。こっからが大事、こっからが大事。ボーナス回数ですね、力捨た回数。僕が、引いたのがビッグ12回、そのうち1回がプレミアムで、レギュラーが8回、合計20回ですね。で、木村くんが、引いてくれたのがビッグ2回、レギュラー1回、ありがとうございます。合計が、23回ですね。で、そのうちプレミアム1回あるんで5ポイント追加されるんで、27ポイントですね。本日は27ポイント獲得でできました。やったぜ。はい、こんな感じです。まあ、前回結構ね、まあ出したんで、その分もね、まあほぼ吸い込まれた感じですけども、まあ、千葉リオでね、この後ね、取り返そうかなとは思ってますけどもね。はい、で、今日一人で、まあ、全然花見やって分かったことは、やっぱりまあ一人よりも二人、二人よりも三人ということで。で、まあ、もしチケット来ていただけるんだったら、まあ、浅い力の方がね、まあ、台もある程度狙いますし、で、そのままうまいこと積もればドンってね、そのまま伸ばすこともできるんで、よろしければね、東海編集部員の皆様、ご協力していただいて、来年の花見ね、みんなで楽しみたいと思いますんで、ぜひお時間ある方はお願いします。というわけで、今回の全通花見は以上です。面白いと思った方はぜひね、高評価、花見してえなと思った方も高評価、電飾頑張れバカ野郎と思った方も高評価、いずれにしても高評価お待ちしております。そして、全通花見に関してのルールね、こういうポイント制だったら行きやすいんじゃないかっていうのもコメントでお待ちしておりますので、どしどし書き込んでください。よろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。絶はなみ、さよなら。4回目頑張ります。